はい、皆さんこんにちは。都の城乗り物チャンネルでございます。今回の動画はですね、前回県道2号線通ってですね、都の城から鹿児島空港まで移動する動画を公開させてもらったんですが、その後ですね、私は鹿児島市内まで移動しまして、いつもならですね、高速道路で移動するんですが、時間に余裕があったもんだからですね、たまには国道10号線を通って移動してみようかということで、この動画を撮り始めたわけですね。この時はですね、もうちょっと喋る感じでもなかったんで喋らなかったんですけど、こうやって後入れ入れてるんですけどね。現在ですね、国道10号線の重富からですね、龍神水方面に向かって走っているような感じになります。それではよろしくお願いします。はい、ということでですね、先ほども言いました通り、重水からですね、龍神水の間を今走行している感じになりますけど、前方にですね、うっすらと桜島が見えている感じになりますね。方向的にはですね、西向きからちょっと南向きに変わるような感じになっていると思うんですが、ちょうど右側の方にですね、日豊本線が走っているような感じですね。電車からはですね、この光景は見えないんですよね。まあ、左側の車窓しか見えないと思うんですけどね。車だと前面の方にこういう感じで桜島が見えるという感じになってきます。このままですね、ずっとこの道を行くんですが、国道10号線ですね、ちょうど右側の方は先ほど言いました通り日豊本線になっておりまして、山がこう迫っているような感じになってまして、結構道路の方もですね、左右に曲がりくねっているもんだからですね、桜島も見えたり隠れたりしているような感じですね。今ちょっと開けて左側の方に桜島が見えるような感じになってますけど、ちょっとこの光景だと桜島がちょっと見えにくくなってしまいましたね。大きく右に曲がるとちょっと桜島が見えなくなるという感じです。だいぶですね、龍神水駅の方に近づいてきまして、右側の方にちらほらとですね、店みたいなのも出てくるんですけど、ここ龍神水駅のこっちから行くと手前ぐらいにですね、右側の方に、美味しいお蕎麦屋さんがあるというかですね、ちょうどここですかね、ここお蕎麦屋さんですね、右側で。しばらくまっすぐ行くと右側の方にガソリンスタンドが見えてくるんですけど、ここのですね、ちょうどこのガソリンスタンドを切るところに秘境駅で有名な龍神水駅ですね、過去に大きな災害があったところですけど、そこを今通過したということですね。で、結構10号線ってですね、大体朝晩とか渋滞してるんですけど、この日は平日の午後ということであまり渋滞はしないですね。結構空いている感じで順調に流れております。龍神水を通り過ぎましてですね、先ほどまでちょっと桜島が見えなかったと思うんですけど、またちょっと左側にちょっと方向が変わると桜島が見えてくるという感じですね。カメラはですね、ちょうど前面固定というか、固定して撮影しておりますので、車の、向く方向によってですね、桜島が見えたり見えなかったりという感じになりますね。この国道10号線もですね、2車線のところもあればですね、今ちょうど1車線というか対面の道路に入りましたけど、今1車線片側1車線ずつの道になってますけどね、ところどころ1車線になったり2車線になったりですね。で、また左側の方向にちょっと車の向きが変わると、こうやって桜島がですね、また見えてくるということになります。で、また右側向くとちょっと桜島が消えてしまうというですね、こういう感じになってます。ということで順調にですね、車は流れておりまして、日豊本線の向きがね、今度は左側に変わりましたね。複雑に交差するんですけど、ここからもう鹿児島市内までは日豊本線は左側をずっと行くような感じになるかと思います。
で右側の方にですね、そろそろ一層庭園といって島津家の別荘だったところですね、今観光地になってますけど、この右側のですね、こう木が生い茂ったり、こう石垣があるところがちょうどその一層庭園になりますね。でここに将来的にですね、日豊本線の新しい駅ができるという話を聞いたことがあります。磯駅っていう、仮称なんでしょうけど、この辺地名磯っていうんですね、磯の海水浴場とかありますけど、ここにあと 2,3 年後かな、数年後に、新駅ができるというですね、計画があるそうです。磯庭園をですね、ずっと右の方にありますけど、こう結構長いんですけどね、でちょうどしばらく行くと道路が分岐することになります。ここ左の方に行ってもですね、鹿児島市内に行けます。おそらく旧国道だったと思うんですけどね、ここをまっすぐ行くとですね、ここ左側の方にジョイフルとかですね、セブンイレブンとかがあるんですけど、ここまっすぐ行きますとトンネルがありますね。左側今ジョイフルですね、トンネルがですね、長いトンネルというか、これ日豊本線もトンネルとか通るんですけどね、今ちょうどトンネルに入りましたけど、このトンネルを抜けるとですね、本格的に鹿児島市内の方に入るということになりますね。ちょっと鹿児島もですね、周囲が山というか、結構険しい山になってて、抜けると平地なんですけど、平地自体はそんなに広くはないんですけどね、今トンネルを抜けるとですね、ちょうど右の上の方に道路がありますけど、こうやって鹿児島市内の方に入っていきますということですね。ということでこの動画は終わりにしたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。